12.7X99mm 弾は1910年代後半にジョン・ブローニングとウィンチェスター社によって開発された銃弾である。本銃弾は第一次世界大戦中アメリカ陸軍の求めに応じてジョン・ブローニングが開発に着手した。実行の構成は1906年に正式採用された30から06スプリングフィールド弾を拡大したものとなっている。 寸法図1921年に軍に正式に採用された本銃弾のデザインは30から06弾に基づいている。この銃弾は誕生以来様々な派生型が開発されており、その一例としてフルメタルジャケット、栄光弾、鉄光弾、焼夷弾、サボット弾が挙げられる。これらのうち機関銃に使用されるものは金属製のベルトリンクにつながれている。 機関銃に使用して、援護制圧射撃を行うほか、狙撃銃に使用して、長距離狙撃を行う際にも使用される。この際に使用されるのは、通常の操射用機関銃弾とは異なる、高精度弾薬であり、ボルトアクションもしくはセミオートの狙撃銃から発射される。なお、本銃弾の正確な直径は、交換よく、いわれる0.50インではなく、正しくは0.51インである。 これが50口径と呼ばれる理由は、その弾を発射する銃のライフリング間の直径が0.50イ、e、ンより少々大きいからである。少し大きい理由は、発射される際に空線に食い込むことで銃弾に旋回運動を与えて、ジャイロ効果によって直進性を高めるためと、発射ガスの圧力を十分に受けながら加速することができるようにするためである。 第一次世界大戦への参戦の結果、装甲戦闘車両や金属製外皮を持つ全金属製航空機の登場を鑑みて、より大威力の機関銃が必要だと考えたアメリカ外政軍総司令官、ジョン・パーシング将軍は当時のアメリカ軍の標準弾薬であった。30から06スプリングフィールド弾を上回る後継、威力の弾薬とそれを用いる火器の開発を要求した。 パーシングからの要求の他にも、前線からは、砲兵戦闘において、大きな脅威となる敵の砲兵用観測気球を射撃できる、不評部隊用の高精度かつ、長射程、大威力の下記が求められていたこともあり、これらの要求を包括できる、新弾薬の実用化が急がれた。この要求に対し、観測気球を射撃することを目的に進められていた弾薬の研究から、 まずはフランス及びイギリスで大気球攻撃に用いられていた1159メートル MR グラダンの導入が検討されたが、これは威力の面でパーシングの要求を満たせず、ついで30から06スプリングフィールド弾をもとに拡大化した50口径の弾薬が開発されたが、これも要求に対して能力不十分であった。このような状況したドイツの開発した 世界初の対戦車ライフルであるマウザー M1918 タンクゲベールとその使用弾薬である 13X92 マッチフ弾を露革したものがもたらされこの弾薬の性能は要求仕様を十分に満たしていたことからこれをコピーして使用するかどうかの議論があった分析の結果リメートル弾は連続撃発に適していない点また対空対戦車 対人と多目的に使用できる銃弾という意図から、対戦車ライフル弾である 13.2mm 弾とは、用途が異なる点も理由に挙げられた。最終的には、30から06弾の拡大型を基本として13、X92 マッチ普段を参考にしつつ、独自開発したものが、ウィンチェスター車により、50BMG 弾として完成した。 50BMG12.7X99mm 弾を用いる機関銃は、ブローニング自身が20世紀の初めに開発した M1917 機関銃を拡大解説系して開発し、この結果誕生したのがブローニング・ウィンチェスター50後継銃機関銃で、その正式採用型である。 M1921 重機関銃と M1921 の改良発展型であるブローニング M20 機関銃であり、とりわけ M2 機関銃は、重火に搭載した重機関銃や、車両搭載機関銃、そして航空機搭載型の案、M2 が第二次世界大戦中 P-51 などの戦闘機に搭載され盛んに使用された。 エイムから発射される 12.7X99mm 弾の小夷弾は対抗空気に、鉄鋼弾はコンクリート製の統治下や軽装甲車両の破壊に特に優れた威力を発揮した。50BMG 及びそれを用いる火器は1921年にアメリカ軍に採用されて、以来現在に至るまで多目的な火力支援火器として現役である。現在では、 世界各国の軍隊で使用されている。対空用途という点では、第二次世界大戦以後、航空機が高速化するにつれ追従が難しくなっていったが、代わって、大ヘリ用途に有効性が認められており、軽装甲車両や不評中隊の自衛用火機として機能している。対戦車用途では登場当時の薄い装甲には有効性があったがすぐに通用しなくなった。しかし、 軽車両には有効であることには現代でも変わりない。対人用としては、威力が高すぎるものの、長距離の弾道性が優れているため火力支援用に用いられている。貫通力の高さから、障害物しに敵兵を殺傷するという使い方もされる。また、現代では1トルを超えるような超、長距離射撃にも活躍している。この後継の銃を用いる狙撃銃は、 対物ライフルと呼ばれ、かつて対戦車ライフルと呼ばれていた銃と同カテゴリーである。なお、この弾薬で狙撃された兵士の遺体は激しく、損壊されるため、ハーグ陸戦条約が定める、不必要な苦痛を与える兵器に該当するのではないかという意見もある。もっとも、さらに高威力の兵器は無数にあるため、現実的な批判とはみなされておらず、各国軍は配備。 使用を続けている。フォークランド紛争におけるフォークランド諸島奪還においてアルゼンチン軍は人地の防衛にしばしば本銃弾を使用するブローニング M20 機関銃を用い高い効果を上げた。一方イギリス軍の地上部隊は同クラスの機関銃を配備していなかったことから汎用機関銃で支援された偵察兵を遮蔽物に沿って一人ずつ前進、をり出して ミラン対戦車ミサイルや手榴弾による攻撃、あるいは銃剣突撃による直接攻撃を観光するという対応を余儀なくされた。なお、この時のアルゼンチン軍の銃機関銃運用を通常の射撃ではなく単発狙撃であったとする記述が一部の和文文献に見受けられるが、フォークランド紛争、狙撃銃、狙撃手などに関する英文の文献や、その和訳書には、 アルゼンチン軍による銃機関銃を用いた単発狙撃についての言及が見当たらない。また、フォークランド紛争での銃機関銃運用の戦訓がきっかけとなって大物ライフルが開発されたとする説も一部の和文文献のみに見受けられ、英文文献やその和や書では言及されていない。左から 12.7X99mm が登壇。 300ウィンチェスターショートマグナム弾、7.62X51mm ナトウ弾、7.62X39mm 弾、5.56X45mm ナトウ弾、22ロングライフル弾通常、銃の威力を検証する際には、重厚威力が測定される。第二次世界大戦において、アメリカ軍の不評装備であった M1 ガーランドに使用され、 現在においても広く狩猟用ライフル銃に使用されている30から06ライフル弾のマズルエナジーは2000から3000フィートパウンドという単位で表される。一方で本銃弾の威力は1万から1万3000フィートパウンド以上とされる。ただしこれは銃弾やそれを打ち出すライフルの種類によって大きく異なる点に注意が必要である。なお、弾道特性として 弾道係数が大きいため他の小口径、軽量弾よりも風に流されることが少ない特徴もある。威力の項にある通り、本銃弾は普通の狩猟ライフル銃弾の数倍の威力を持つ。そのためアメリカ合衆国では、本銃弾とそれを使用する銃火器は、本効果にある規制に関する法的な論争の下中にあるが、依然としてアメリカ国内ではその精度の高さと、 射程距離の長さから長距離射撃を愛好する人々の間で人気である。高精度のマッチグレード弾薬が使用された場合、1 0 0ヤード、先の標的にも有効弾を送り込める数少ない民間用弾薬の一つに数えられている。本銃弾を使用するバレット M82 がアメリカ軍などの狙撃部隊に採用されて以降、カリフォルニア州、ニューヨーク州、マサチューセッツ州、 ハーイ州そしてイリノイ州を含むいくつかの州において民間人による50口径ライフルの所持を禁止しようとする銃規制の運動が起きている。2004年にカリフォルニアで承認されたビル AB50 という法案ではあらゆる作動方式の50口径ライフルを攻撃武器として分類し、州の公案や許可を受けた販売者以外がライフルを州に持ち込んだり、 他の州に持ち出したりすることを禁じた。この法案の支持者であるカリフォルニア州議会議員は、50口径のライフルはテロ行為に最適な銃だと主張している。またその一方、実際にはアメリカで50口径ライフル銃を使用した犯罪は起きていないという事実もある。例えば、通常、50号系の大物ライフルは長さが1.5メートルほどかそれ以上あり、 重さも種類によっては1 0ラム以上ある。そのため個人で隠し持って犯罪に使用することはほとんど不可能と考えられている。値段に関しても非常に高額で単発式のもので最低2000ドル、バレット m 8 2 a 1に至っては1兆8000ドルもする。カリフォルニア州にて蒸気法案が審議を通過した後、M82 などの 50後継ライフルを製造しているバレットファイアーアームズ社はその法案に抗議する意味でカリフォルニア州の法執公機関に対する50後継ライフルの販売とサービスを一切停止すると発表し以下のコメントを自社のウェブサイトにて発表したザ・カリフォルニアレジュスレイチャーハズバンドザ 50BMG フロムザ・グッド・シチズンズ・オブ・ザ・ステート・オブ・カリフォルニアバイオレイティング There are rights and the constitution of our republic. Therefore, バレット will not sell to o ビ r service any. カリフォルニアガバメントエイジェス。和訳、カリフォルニア州は、その善良なる市民たちに対する、五重口径ライフル銃の販売を禁止した。これは彼らの権利の侵害であり、共和国憲法違反である。よって、バレット社は、カリフォルニア州政府機関への銃の販売及び、 サービスを行わない。欧米では本銃弾の規制が強まったことを受けて、その代替となる弾薬も開発された。バレット社では、416バレットという本銃弾をネックダウンさせた、合計1 0 3ト、mm、ルのライフル弾を開発している。メディアにおいてはしばしばその威力が誇張気味に伝えられる傾向にある。AP 通信のあるニュースでは、 50BMG は 1.6km 先の戦車装甲を貫徹する弾丸として湾岸戦争で使用されたと報道され後に修正されたことがある。また本銃弾を用いた銃火器でテロリストが民間機を撃墜する可能性があるということも主張されたが実際に地上から飛行中の航空機を撃墜することは不可能に近い。軍ではバレット M82 を 大物狙撃銃として利用し、航空機を破壊する任務に使用されることがあるが、この場合における航空機は駐機しているものがターゲットであり、飛行中のものではない。近似の性能の実報。ありがとうございます。